本当にあのおっしゃるように、長いステージですので、お客様にきちんと、届けつつ怪我のないように、頑張っていきたいと思います。はい、今まで34ステージ、延べやらせていただきまして、で今日の夜が35ステージ目になるんですけども、まあ、今までやってきた34ステージの結果をね、もう35ステージの東京公演の一発目から出したいというふうに思っております。お願いします。そうですね、今まで割とこう東京以外の会場っていうのがこう大きな会場が多くて大きなホールが多かったので、昔はねこのアクトもすごく大きいと感じたんですけど、今回はちょっと今まで回ったところに比べると小さいぐらいなので、なんですかね、こう舞台に立つ我々にまだこう利があるというか届くんじゃないかなっていう、こう気持ちでやれる分、なんか今まで大きいところでやってきた、まあ、甲斐があるんじゃないかなという気はしますけどね。はい、もう長く続いてきましたけれども、まだまだ長いということで、より健康管理に気をつけてやっていきたいと思います。地方を回ってきてもですね、各土地食べ物が美味しかったものですから、4人には内緒でお腹を壊していた時もありました。それで1日ご飯を2日ぐらい抜いていたこともありました。東京はしっかり管理していきたいと思います。ちなみにどちらの公園で同じ、福岡ですね。この間じゃねえか。そうですね、大丈夫だったのか。もうすっかり大丈夫です。お前なんか来てすぐホルモン焼きを食べましたとか、なんか自慢げに言ってる。そうですね、まあその一環で焼きがちょっと足りなかったのか、ちょっと焼きが、ね、ちょっと焼きがない場合がよく焼きなさい、よく焼くべきだなってやっぱり思いました。気をつけましょうね。カーセンターのリーダーをお聞きしたいんですけど、あ、文石さん、タイトルこれ何て呼びたいんですか。はあ、これそうなんですよね。これ実際73年前に当時北海道だった場所で起こった物語が元になっている史実なんですけども、チラシには書かせていただいたんですが、私たち北海道に住んでてもこの実際にある島の名前を知らないんですよね。で、この島の名前を知らないまま劇場にお客さん足を運んでほしくって、実はタイトルの名前を発表してないんですよ。だからチケットを買うときに何て読むかわからないままチケットを持っていないというですね、大変不自由をおかけしたと思うんですよね。お友達誘うときもチームナックスのなんかこう パラムシャーみたいなで、そういうふうに何て読むんだろうと思うまま来てほしいっていう演出の一環なんですよね。まあ、演出という意味では、6年ぶりですか。私6年ぶりです。はい、改めて6年ぶりですか。そうですね、やっぱりチームナックスの演出をするということは非常にこうすごい重たい勇気が必要となるかなと思います。やっぱり4人はね、今いろいろ全国のドラマですとか、もう素晴らしい映画とかに出演しているもう俳優さんですから、この人たちを演出するっていうのは非常に重圧もあるし、なんか申し訳なさもあるし、でも、そこはもう20年を超えた5人のチームなので、勇気出してよし、しっかり楽しもうという思いでですね、今年に入ってから1ヶ月演奏させてもらいました。やっぱりもう期待以上の、物語になってくれたし、やっぱり皆さん役者として素晴らしい人たちだなと改めて実感できました。皆さんは森崎さんの演出どうでした。やっぱり森崎ひろゆきじゃなければなんかこう得られない満足感というのがやっぱ明らかにナックスのお客さんにはやっぱあると思いますね。その森崎さんと、まあ、今回もその直人さんが曲を作ってくれてるんですけども、そのなんかコンビネーションがやっぱり素晴らしくて、なんか最後のもうなんか壮大なこうなんか感動を呼ぶなんかこう盛り上がりとか、そういうものはやっぱり森崎じゃなきゃ出せない醍醐味だなと思って、改めてナックスのファンの子たちとかがものすごくやっぱり喜ぶし、まあ、お客さんの最後のねなんかこう拍手とかでも彼が作んないとここまで到達しないんじゃないかなと改めて思いましたね。他に皆さんどうでしょう。そうですね、今回脚本の方を、林民夫先生が
執筆されたんですけれども、非常にその踏み違いのある、脚本、今くしゃみした荒木さんがさっきからくしゃみしてうちの事務所の大家さんです皆さん花粉の季節でございます。いろいろとケアしなきゃいけなくて大変でございますね。かくいう私も花粉なんでございますけれども、今なんとか、何の話でしたか林為先生が執筆されたんですけども、非常にその重厚なテーマでございまして、一つ一つの言葉にも本当にそう自分たちが、取り組んでいく上ですごく、重たい、やりがいのある、言葉がいっぱい並んでいます。そういった、本に対して、森崎博之さんがね、演出されるということで非常に組み違いもあったと思うんですけれども、よくぞここまでまとも上げられたなというふうに本当に、心から思います。あとはこう東京のお客様にそれをお見せしたときにお客様に判断していただければなというふうに思っています。どうですか。もう大体お二人が言っていただいて、はい、その通りで、あとはもうお客さんに委ねたいと思います。はい、そうですね、まあ、リーダーと、まあ、これまでもいろいろと全員でいいものを作るために喧嘩しながらやってまいりましたけども、今回はね、全員ある程度大人になり、ちゃんとそこは言うことを飲みつつ、でもそうじゃないんじゃないかっていうところは言いつつ、でも決定権をリーダーに委ねながら、一つのまた新しい形で、いいものを作り上げれたんじゃないかと思っています。チームラックスとしては本当に今3年ぶりになるんです。3年ぶりで、ね、角度になる、角度夏でしたから2年半ぶりにですかね。これ期間が空いたというのは何か理由は、あ、スケジュールです。スケジュールみんなそれぞれ忙しくて、みんなソロワークですから、なかなかこう合わないんです、まあ、でも今はなんとか3年リミットにして3年までの間に1回やろうっていうような、なんか暗黙の約束事があって、それでなんとか実現しています。そうすると東京オリンピック以降にもう1回っていう17回あ、もう計算してないですけどね。そうなんですね。まあ、分かんないです、誰かがオリンピック出るかもしれませんけどそれその時のスケジュールでなんとかなるもし出るとしたらないでしょ。いや、そうです、出ませんごめんなさい、そうです次はまた演出どうだったら他のメンバーがやることがあるんですか。いや、またそれもゼロからの話し合いだと思います。次のことを考える前にまずは今向き合っている芝居をしっかり最後までやろうっていう、いつもそうです大体。改めて申し訳ないんですけど、皆さん今衣装着させていただいてますけども、役柄というのを教えてもらっていいですか。はい、じゃあまず私はですね、私はそうですね、一人ちょっと偉そうですよね。私はちょっと司令官、小宮翔尉という役をもらってます。私は桜庭陣平という第一歩兵でございますね、最前線でやってきた兵隊さんでございます。私は一番階級の低い二等兵で田中という役ですね。私は軍曹でした、水島軍曹。私は戦車の整備を担当している矢野という人間でございまして、まあ、何かしらの悩みを抱えているらしいですよ。小泉さんの軍曹という役ですって、はい、結構こうなんていうんですか、暴力的なことだった。いや、私の役というのは基本、まあ、その戦争の間というのは非常にそのもう何ていうんですかね、もうお国のためにやっぱ戦うという非常に固い人間なんですけども、まあ、この話はその終戦から3日後の話なんですけども、まあ、終戦してから、まあ、一度戦争終わった後、まあ、ほっとするわけで、まあ、おそらく戦時中の皆さんもそうだったと思うんですけど、この話はその3日後に突然そのソ連軍が攻めてくるというお話なんですけど、そこで、まあ、誰よりも悩むというか、なぜ戦争が終わったのにもう一度戦わなきゃいけないんだろうっていうのを、まあ、この5人の中でも、まあ、悩んでいくというか、そういうある種すごく人間らしい役ですね。何か兵隊さんの役演じるにあたって役作りみたいなことってされたんですか。髪型ですかね今回のために、はい、11ミリにしっかり切り添えさせて。あなたこの前の違うドラマでも同じ髪型してる。ドラマ引きずってるだけですか。いや、あの時は1センチに切ってますから
11ミリ。今11ミリ。ちょっと伸びて、ちょっと伸びてる感じを。ちょっと伸びただけだもんね。その1ミリが役作りでも。違います。全然違います。他の皆さんどうでしょうか。そうですね。盾をやってくれる先生がいらっしゃいまして、うん、その方がその銃を持ちながら兵隊さんというのはこういうふうに前進していくもんですよとか、うん、敬礼はこうですよといった、きちんと丁寧に教えてくださいましたんで、そういったところを我々5人とあとゲストアクトの皆さんと、一緒にお稽古しながら取り組んでいきました。皆さんはちょっと髪の毛長めで、兵隊さんの割に髪長めでやられてます。そうですね、ドラマ撮ってるもんですからね。彼は陸上部の監督役だったからよかった。みんなが監督じゃないですからね、抱えてる仕事ってね。あと先ほどお父さんの方からちょっと地方公演でのハプニングみたいな伺いましたけど、北海道から福岡回られて、皆さんなんかハプニングというか思い出みたいなのありますか。まあ、本番中で言いますと予期せぬアクシデントというのはいっぱいございまして、その辺はDVD ブルーレイのたっぷりと収録されたと思いますので、皆様一つね、まあ、出るかどうか分かりませんけど、出た際にはお楽しみいただければと。おふみさんなんか頭に なんかあったっけな。いや、めっちゃありましたよ。だからやっぱ舞台上のね、まあありますけど、まあでもまあお得じゃないけど、やっぱり地方でやっぱりまあ美味しいものは食べましたね。確かに食べました。今一番浮かぶ美味しかったもの、やっぱこの季節だったんで、やたらとやっぱりジビエを食べましたね。ジビエイノシシとか、うん、鹿とかね、カモとかをなんかもうそればっかり食べてましたね。なんか各地で求めてました。地方公演も楽しまれて。そうですね、地方公演、そうですね、楽しかったですね。大変だな、ここから2週間はな。これセリフはあれですか、北海道弁みたいな。いや、僕ら特に意識してないんですよね。そうだね。思い切り流行りに乗りました。あの方たちがいるから可愛いんだ。そう、おじさんが言っちゃダメだろ。あれね、絶対おじさんいませんから。おじさんたち演出しながら、そうだね、そうだねって言わないの。いやでも特に意識してないんですけども、やはり東京なんかでやるとそう言われるかもしれないですね。普段が出ちゃってるかもしれません。髪型もそうですし、衣装もそうだし、言葉もそうなんですけども、特にこう設定をしっかりと厳格にしてないんですよね。まあこういう髪の人いないですからね、当時は。でも他の仕事もあるし、そこは演劇ってお客さんのイマジネーションで作り上げてくれるものなので、そこには重きを置いてないです。私の衣装もちょっとおかしいですよね。ちょっとどこかガキでかっこいい。ちょっとユーモアのある。それは衣装というか、あなたの体型に問題があるから。そうですね。ご当心です。怒りません。はい、分かりました。そうですね、73年前のことなんですけども、実際にあったお話ということなんですが、私たちは北海道に住みながらにして、その話をちゃんと受け止めていなかったし、誰からも聞いたことのないお話だったんです。私たちがこう北海道でずっともう20年以上前からお世話になった場所の北海道の物語を、この全国公演でやらせていただくということで、今回は非常に重きを置いて、真心がこもるようなお芝居にさせていただいております。ぜひ、皆様、舞台にお越しください。そして最終日4月1日はですね、全国47都道府県の映画館でライブビューイングという形でですね、スクリーンにでっかく私たちがアップで、映る編集でこのお芝居を見ていただくことができますので、そちらの方ももしよかったらお誘い合わせの上いらしてください。よろしくお願いします。ライブビューイングまだ買えるんでしょ。はい、ライブビューイングあるんだね。じゃあぜひね、当日券も出るの。はい、出ます。アクトで当日券出るの。出ます。当日券も出るって言っとって。それなんか電話すればいいの。いや、ちゃんと書いてます。話す書いてます。今話すことで。ここで今全部言っとかないと。当日券も出るそうでございます。よろしくお願いします。はい、じゃあこちらで、お務め会計室。
終了しますので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。